Say, where is my shame when I call your name? So please don't set me free, I'm as heavy as can be. I will do you harm, I will break my arm, I'm a victim of your charms. I want to be dead when I'm in bed. I can be so mean, you can beat me. I would like to shame you, I would like to blame you, just because of my love to you. みなさんいかがでしたでしょうか。今回は梶井喜次郎先生の桜の木の下にはという世界を絵画で表現してみました。その世界観を表現するには絵画だけではちょっと限界を感じましたので、今回は簡単なアニメーションを制作いたしました。では本題へ参ります。桜の木の下には死体が埋まっているというフレーズは皆さんどこかで聞いたことあるのではないのでしょうか。これは実は梶井先生の桜の木の下にはという作品から来ています。作中の主人公、これは多分梶井先生本人なのだと思いますが、主人公は不思議な生き生きとした美しく満開する桜に対してとても不安な気持ちを抱くそうで、それで美しく咲き誇る桜の下には死体が埋まっていて、桜の木はその腐乱した死体から、まあ、血や体液などを吸い取って桜はますます美しく咲いていると認識することによって、美しく咲き誇る花と死のイメージを重ね合わせることによって初めて心の安堵を覚えるそうです。そして彼はそうやって心のバランスを保ったそうです。これが桜の木の下にはという作品の内容となっております。皆さん共感できる部分はありましたでしょうか。実はですね、私は初めてこの作品を読んだのは中学生の時で、その作品を読んだ後に何とも言えない気持ちになったんですね。というのは、私もなんとなくこの作者が言わんと知ることにとても共感を覚えてしまいました。つまり美の裏には醜さがあり、美の裏には醜があり、陽の裏には陰がある。その相反する要素があるからこそそれぞれの素晴らしさを引き立てているのだと思います。またこの作品は基本的にはまあとっても憂鬱なんですけれども、でも梶井先生の文体がとても美しくて爽やかなんですね。使ってる単語とか表現方法、もう日本語がすごく美しくてすごく爽やかなイメージを読者に与えてくれるんですね。つまり梶井先生の作品の中にはすごくポジティブな要素とネガティブな要素が共存、それもうまく共存しているのですね。それが多分おそらく読者を引きつけるのではないかと思っております。そこでですね、私は私のこの作品に醜いもの、例えばこのビデオの中で登場する白骨に美しい色を乗せることによって
この作品の世界観を表現してみました。表現はちゃんとできてましたでしょうか。あとですね、全然今までちゃんと言ってなかったんですけれど、私の本職は画家です。私が絵を描きたいって思う時は、自分の中でどうしても描きたいもの、またはすごく強い感情を抱いた時で、その衝動が自分を突き動かして気がついたら絵を描いているんです。私は絵を描いている時は感情に支配されて、無意識なうちに絵を描いてしまっているんですよね。なんかすごく不思議なんですけど、例えば次の日に全然身に覚えのない絵が自分の家のテーブルの上にあったりして、もうすごい怖いって思う時が多々あります。アルコールとかは全然飲んでないですよまあこれがあのいわゆる噂のゾーンに突入しちゃってるって感じなんですかね。なんか皆さんそういう時ってありませんか。というわけで、私の絵の裏側には必ず物語があります。私の過去の作品でもし解説してほしいなというのがございましたら、ぜひコメントください。また解説のビデオを作ってみたいと思います。ちなみに私の作品は私のインスタグラムやツイッターでチェックできますので、もし興味を持たれた方がいましたら、ぜひ連絡してください。それではですね、気を取り直して、今回のこの絵画調アニメーションの制作方法について解説させていただきたいと思います。実はですね、これは本当にすごくすごく単純なパラパラアニメなんですよ。少しずつ、まあパラパラアニメなんで少しずつ違う絵を今回は15枚ぐらい描きまして、まあこんな感じ、まあ、こんな感じです。 Say where is my shame when I call your name. So please don't set me free. I'm as heavy as can be. I will do you harm. I will break my arm. I'm a victim of your charm.I want to be dead when I am in bed. I can be so mean, you can beat me. I would like to shame you, I would like to blame you. Just because of my love to you.この油絵帳の絵を15枚前後描いたわけですから、着手は桜が咲き始める前ぐらいだったんですけど、単純に15枚ぐらいの絵を地道に描いてたわけで、何の最先端技術も使わずに、まあ、地道に作ってましたので、もう描き終わる頃には桜が散ってしまいましたね。なんか最後のあの白骨状態、まあ、ある意味あの白骨状態待ってる人もなんか白骨状態になったんじゃないかっていう感じですよねもう何言ってるんだよまあとにかく超アナログな方法でこのアニメーションを作り上げましたので、今回はとっても時間がかかってしまいましたすいません、言い訳ですよ。なんかもうちょっとちゃんとスケジュール管理しなきゃ。まあね、時には妥協も必要ですよね。でも妥協したくないんだよね。例えばほとんど見えないコマでもやっぱりちゃんと描きたいっていう気持ちが
強いんで、なんか全てのコマが絵になるようにしたいっていう気持ちがあって、それは私が、ちょっと余談なんですけど、敬愛する黒澤明監督とかみたいに、例えばどのシーンを切ってもすごく芸術的で絵になっているじゃないですか。なんかそういう意気込みで映像っていうのは作らなきゃいけないんだなって自分の中ですごくこだわりを持っています。まあ人が見ていようがいまいが関係なく、それはやっぱり画家として、アーティストとして、芸術家と名乗る以上はそれはしなければならない、自分の中でしなければならないことだなって思っております。でも全然なんか人それぞれやり方はあるし、そんな風にしなきゃいけないってわけでも全然ないと思います。ちなみにもうすごい余談なんですけど、この作品を描いた後に桜の木の下にはを書かれた梶井先生のウィキペディアを見ましたら、なんと私は今梶井先生の没地、つまりお亡くなりになられた場所に今住んでるんで、ここなんですよ。まあもちろんその、ウィキペディアによりますと、もう番地まで同じで、で、もちろん番地内に何軒かお家とかあるんですけど、でも、もうつまりここに梶井先生がもう住んでたかもしれないじゃないですか。まあ家はもちろん全然違うんですけどね。ここは結構新築。ここは結構新しい家なんで、まあこれはつまりこれほどまでにこの作品に思い入れがあったのは、もうこういう不思議な縁としか言いようがないですよね。なんかすごく縁を感じました。ちなみに遺品はこちらでございます。それでですね、まあ梶井先生についてもう少し語りますと、梶井先生の作品は本当に他に類を見ない作品で、ほとんどが短編で、あと作品数もすごく少ないんですね。で、今青空文庫で結構無料で読めますので、まあもしよかったらぜひ梶井先生ワールドを楽しんでみてはいかがでしょうか。まあというわけで今回はなんかスーツも着てますし、なんかすごく真面目な感じになってしまいましたけど、これも私だよなんかね、ちょっと変ですかね、こういう格好は。どうでしょう。でもこっちの方が実は結構好評で、男女老若問わずすごい好評なんですよ。でも私はアーティスト、変な髪型と変なファッションでやっぱり貫いていきたいと思います。これはもう副業をするための、副業を終えるをするための仮の姿でございます。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回皆様にお会いすることを楽しみにしております。では。思い出した。あなたはコスモを感じたことあるか真面目台無し